1967年3月に発売されたホンダ初の軽自動車が N360 である。これ以前のホンダの四輪車は3万台弱を生産したスポーツカーの S シリーズしかない。事実上 N360 はホンダ初の乗用車と言ってもいい。 N360 はとにかく画期的であった。まずエンジン。当時の軽といえば空冷2ストロークが当たり前だったが、 N360 は空冷4ストロークを採用。直列2気筒 SOHC という複雑なメカニズムを持ち、しかも当初から31馬力を発揮。最終的には36馬力にまで引き上げられ、破格のハイスペックを誇った。当時の軽はリアエンジンの RR が常識だったが、N360 はイギリスのミニを手本に軽自動車初となる FF レイアウトを採用した。 FF はエンジン、ミッションのスペースが小さくて済み、居住スペースが広く取れる。エンジンの冷却効率が上がり、直進性にも優れていた。 N360 は市場に一大センセーションを巻き起こした。何しろ発売から2年足らずで40万台も販売。名車スバル360から販売トップの座をあっさり奪ったのだ。この成功はそれまで一二輪車メーカーに過ぎなかったホンダを一躍四輪車メーカーとして根付かせるのに役立った。動力性能でも N360 は素晴らしく、最高時速は初期型の4速マニュアル車で115キロに達した。サスペンションはフロントがストラット、リアが板バネのリジットで、ブレーキは前後ドラム式だった。1970年1月にはマイナーチェンジを受けて名称は N3360 に。同年3月にはオートマチック車が加わり、秋には街乗り仕様のN3 タウンが追加されている。